誰でもじゃあ私のようにこんなソフトでこうやってできるかったらそうはいかないじゃん。それが私たるゆえんだと思う。だから私はシンガーというよりも佐藤康之ですよって言ってるのはそこです。私はあの、ね、シンガーに、ね、シンガー本当に目覚めたって開いたって言った瞬間のことも言ったことあると思うんですけど、それでその瞬間の時に世界中の全てのことが分かっちゃったと思えた。それをずっと試す人生、本当にその通りだった。今でもそう思ってます。だから答えられなかったことはないです。ただの一回もどんな問題も、もうそう相当この質疑を、ね、今までの過去のいろんなものの質疑を何万回も質疑もされてるでしょ。全部手に取るように見える。どうしていいか分かるですね。でもみんなもそんな能力あるんですよという前提でやってるんです。だから大満月という前提で話してるんです。だから決して皆さんを見下ろしたりしないし、私より下だとも思ってないです。みんな大満月だという前提で話してる。だから皆さんの中に入りやすいんじゃないですか。私だけが悟って、まだまだ、未熟な人たちを相手にして教えてやろうっていうのではないから、だから聞こえやすいんじゃないですか多分とは思いますけど、私はそう思ってますから。皆さんそう思ってない人もいるかもしれないけど、そういうことです。